で僕どうするか決めるんですよ。ほう、イントロがビバップみたいに全体さブルズバルズってなんかこう8番音符で埋め尽くされてるとこういう風にやらなかったです。じゃなくてタッキャッてでってってリズミカルですよね、イントロが。なので途端にこうやってやろうと決めたんですよ。あ、それでもうそうそうそう、基本的にはこれでいこうと。ああ、最初にそうイントロでどうしたいか、ピアノの人がどういうふうにやりたいのかを聞いてやってます。なるほど。うん、でドットなのね。そう、それに変わりました。あの時ね、僕もしかしたらスネアをオフにやってない、こうやってないだろう。長谷川さんこれですけど、前なんかの長谷川さんがやった曲で、で、そこはシンコペーションがすごくかかって強くなってたんですけど、これ逆です。タンタンっていう。あ、今度です。そうそう。今度ね、ずっぱつ。バンバーンってやるね。ああ、そうです。パッツ、コンコン。そうそう、そう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 。そういうイメージで、なんだこれは。この、こうやってやると、人間の耳、実はその実際は、タンタン、タンタタンって次の拍の後も叩いてないんですけど、こうやってやってないんですけど、やってるような、感じに聞こえませんから、ね、あ、なるほど。そう、やってないけどタンタンって音があるような気がしますね。そう、それ狙ってです。これがやっちゃうと音が飛んじゃう。飛んじゃう。飛んじゃいますよね。なので飛ばないようにツッタトンとタントンとがドンがこうやってないけど。やってるように聞かせるためにやってます。ああ、そのこと考えたんですか。そう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 。初めて知った。なるほど。書きますね。Oh, oh, 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 oh
まあそんな感じですね。ね、うん、それ基本にして。今もピアノ聴いてるんですか。聴いてますね。聴いてるんですか。一応聴いてます。なんかピアノって聞こえるんですか。そのね、僕は聴いてますね。聞こえる。はい、ね、まあ今これ録音されたものなんであれなんですけど、ピアノが聞こえる音量でやってます。結局。ああ、自分がね。そう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 。本当かなり小さくなりますね。そう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 、かなり小さく。で、あとは自分がピアニストになったつもりでやってます。ちょっと手数が多いピアニストですね。普通はタダダ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 、この辺しかやらしてても、自分はピアノのつもりなので、タダダ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 、これピアノになったつもりでやってます。うん。そんなの考えてたのか。そう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 。で、そのフリーズフレーズの切れ目のね、なんか おかずというか、フィルインで、はいはい、こんな、まあ一番こう代表的なテンポですね。そうですね、ミディアムで。一番こう、よく使うようなフィルは、どんなパターンが一番あるんですか。どんなの。ね、フィルっていうか、ふうに考えちゃうと、うん、このライドシンバルから手が離れますよね。はい、離れますよね、フィルインなんで、うん、で僕はフィルインっていう概念ではないんですよ、うん、ただドラムとして その手数を増やしてるだけなんです。手数。そう、なので僕がよくやるのは、うん、レガートも活かしながらやることよくやる。例えば4小節目でやると、うん、手はこのままでやってるんです、基本的に、うん、手はこのままでやってます。チームで右手合わせましたけど、裏に合わせてみせる。そう、拍の裏に、右、ライドシンバルが拍の頭にあるときはフィルインって感じがしないんですよ。フィルインですけど、フィルインって感じが弱いので、うん、フィルインですって感じを出すために、裏拍にバストラとライダーを合わせます。そうですね、うん、そうするとフィルインって感じですよ、ね、うんうん、そういう風に調整したのか。そうそう、基本的に これがメイン、フィルインので、場面の展開が大きく変わるときとか、あとソロプレイヤーが変わるとき、まあ、ワンコーラスの終わりとかは本格的な、例えばこう普通にやったりとか、このぐらいのテンポは基本的には3連符で なるので、3連符だと軽いなと思えば、いわゆる6ストローク、そう、これの拍の裏拍バージョン、例えばこれの、そう、そうそうそう、6連発ですね。これがつつたから始まる。つつたってことがだ、つつたってことがだですね。5ストロークをやったね。
そう、サンデーパーファイブソング。画面のちょっと転換。そうです、そうです。で、これ、テーマ終わった後は、普通になんか、うわっ、やってましたけど、まあ、そういうそのシンプルなフレーズにすると場面の転換になるので、あとロールもそうですよね。これは多分、これ音がシンプルで。ああ、そうですね。シンプルの時はもう場面が大きく変わりますよって。あ、そうか。場面が変わってシンプルするのか。そうそう、シンプルです。ガーじゃなくて。ガーじゃなくて。ああ、そう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 。そう、考え方がちょっと、な。場面変わるから、いやーってやっちゃうけど。じゃないですよ。はい、ああ、そうか。変わりますよって言うと。そう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 。そうそうそう。これはね、アートブレーキが割とそういう感じ。ああ、そうですね。誰かのソロが変わる時に、バーってやる。ロールがよく。なるほど、考え方はやっぱりそのこと考えとったのか。まあそういうのを考えながらやってますね。あ、もうちょっとなんかおかず入れてくれるんですが、なんか知りたい。その後すると、はい、割とシンプルな。分かりやすい音符すると場面が変わる。なるほど、そういう考えとか聞いてみないと分かんないもんだな。そうですね。なので、まあこれみんなそのどういうタイミングでどうやったらいいか分からないってよく聞くんですけど、例えば、大きいフィルの後にまた元に戻りますよね、あの大きいフィルでもその普通のフィルインでもいいですけど、バーッとある程度盛り上がった時、盛り上がったフィルをやった後にダーンって次の時に戻りますよね、そうすると急に寂しくなるんですよ。わかります？例えばこう、これは
っちゃうんですよ。あこれが僕嫌なので4拍目にシンバル入れたりいろいろやってるんですよ。例えばわやった後は4拍目に入れる4拍目に入れるたり、それがそのこうバーバーダダダバーンっていきます。でこうなっちゃうんじゃなくてバーンといってこういうバウンズがあって戻ってくる感じです。なので例えばこの大きいフリーン大きいフリーンやるってことは、サビに行く前とかどっかの区切りがありますよね、曲の区切りがあり、ここがこっから区切りです、って言うと前に大きいフリーンがあるんですけど、区切りがあった時に急にしょぼくなるんじゃなくて、区切りがあった時に大きいフリーンの名残を残していく、名残を残す、そうそう、なのであとなんか覚えとんだね。何か覚えてる。なんか4節間ぐらいはちょっと前の名残りを書くと。あ、そうそう、名残り、名残りを。あと、次は1、2、3、4に。僕は 4拍目とか、4拍の裏とか。うん、シット。まあ、3拍目でやってもいいですよ。例えば。1、2、3、4、4拍目です。これポイントです。次の4小節間は何かそう何かやっててね、そうそうそう、そこから落ち着いていけばいい。だからずっと曲っていうのは続いてるので、もう本当にバンと落としていいのはソロプレイヤーが変わったところだけでいいです。その人が変わってまた落ち着いてどうする何やるっていう様子見ですよね。盛り上がってあとはその今僕その3拍目と4拍目の裏で次の小説の 4拍目、うん、っていうふうに言いましたけども一つここでポイントなのは拍の頭に1拍目3拍目の1拍目に叩いてないってことです。ああなるほど、1拍目そうってことは全部シンコペーションしてるんですよ。1、2、3、4、1、2、3、4っていうふうにシンコペーションしてるんですよ、うん、飛ばしちゃってるんですね、うん、これポイントです、うん、これがね例えば